こんにちは、まーさんです。今回はレノボ真空ステーション P340 という新しく出た、ちっちゃいワークステーションの、レビューをしたいと思います。このサイズはレノボのデスクトップの中でも、一番小さな部類に入るものでして、見てわかるように、手のひらサイズのデスクトップ PC です。このちっちゃな筐体の中にたくさんの、パーツが詰まってると思うと、これロマンですよね。で、付属品なんですけれども、今回ディスプレイポートから HDMI に変換する、ケーブルをオプションで購入したつもりだったんですけど、これがドングルタイプでした。で、電源がなんと 230W の AC アダプター、すごいでっかいやつですね。早速中をバラしていきたいと思います。今回 BTO で Core i9 の 10900T シリーズに変更しています。で、背面のポートですけれども、ディスクリート GPU にクアドロ P1000 を選択。下の方のポートは左から電源、ディスプレイポート、USB、HDMI で USB がいくつかあって LAN、Wi-Fi 端子になっています。さあ、中を開けていきます。レノボのこのタイニーシリーズっていう筐体は、後ろの、ネジを1本外すだけで、ささっと分解できるので、すごく、バラしがしやすい筐体です。さあ、いよいよ中開けてみます。ドン、出ました。右側が、i9 の10900が入っているところで、左側がクアドロです。なかなかの変態構成で、クアドロはファンレスになっていますね。で、ヒートシンクが CPU 側に伸びて、それを一緒に1個のブロワーファンで冷やしていると。で、PCI スロットが、そのままじゃさせないので、これ、見てわかる通りですけれども、PCI スロットを、ライザーカードっていうんですかね、向きを変えるカードを使って挿しています。反対側のカバーをスライドさせると、ここにメモリーと SSD 2枚させるようになっています。メモリーは、最初8ギガ搭載のモデルを変えましたけれども、16ギガ2枚の32ギガ構成に変更しています。改めてスペックの確認をしたいと思います。 i9 の 10900T、 TDP35W の低電圧版、10コア20スレッド、そしてディスクリート GPU にクアドロを積んでいます。で、これが BIOS の設定なんですが、BIOS の中でファンの設定をするところがあって、これをベストパフォーマンスモードというものにしています。さて、まずシネベンチから始めてみたいと思います。今回、消費電力が分かるようにシステム全体の消費電力を、赤丸で囲ったところに出しています。今だとだいたい 100W 前後ですね。で、さすがに、G4 プロセッサーの、W2295 の時に見たシネベンチの凄まじさというものはないんですが、それでも10コア20スレッドなので、この四角の数が多くて、なかなか、早く進んでいるなっていう印象です。ただこのベンチマーク回していてちょっと気になったんですが、この消費電力のグラフ、今ちょっとガクンと落ちました。で、ここからちょっとだけ進みが遅くなったような気がしています。おそらくずっとフルスピードで回っていたのが温度の影響か何かですかね。これでちょっとだけクロックが落ちてきて消費電力も下がっているんじゃないかなっていうふうに思います。結果は3863ポイントです。次は FF15 ベンチです。
クワドロ系なので、G-Force の、まあ、めっちゃ強いやつに比べると、数値はおそらく落ちるかなっていうふうには思います。ちなみに、CPU 統合版の、IGPU でやったらもうこれはもうとんでもなく遅かったので載せてありません。判定としては2961で、やや重い判定でした。実際に回ってる途中の消費電力が、大体 80W から 100W の間ぐらいっていう感じですね。で次はドラクエ10ベンチです。条件は、最高品質フルスクリーン、フル HD で、行っています。皆さんご存知の通りドラクエ10ベンチは、結構軽い部類のベンチマークなので、結構いい数字が出る傾向にあります。こちらも、クアドロ経由で出力したものを、ベンチマークしています。結果は2708で、すごく快適判定でした。こちらはベンチマークを回している間の消費電力としては、だいたい 70W から 90W 前後といったところです。次は、PC マーク10というベンチマークを回していきます。余談なんですけれども、このベンチマーク何回回しててもこの最初の方に出てくるこの女性だとかこの顔がいっぱい出てくるところがなぜかわからないですけどちょっとドキッとしてしまいます。判定は5525でした。最後に Mac 系のスコアとも比較を行いたいという方もいらっしゃると思いますので、 Geekbench 5を回してみたいと思います。で、CPU のスコア、シングルコアが1223で、マルチコアが8187という数字でした。次に、GPU のテスト、まずクーダコアのテストからしてみたいと思います。で、こちらのスコアは 15,955 でした。で最後に、GPU のテスト OpenCL で、今度はベンチマークを回してみます。こちらのスコアは 16,818 でした。ということで、まとめですが、私が持っているもう一つの、同じ形の PC M7591 という、Ryzen 5 Pro 3400GE を積んだ、マシンがあるんですけれども、そちらとの比較を行ってみたいと思います。いずれもメモリは 32GB を搭載したものでベンチマークしています。まずシネベンチに関しては、P340 の方が、3863で、およそ 2.3 倍の速さで、M75 の方は、4コアですね、4コアなので、4コアと10コアの違いなので、同一クロックであれば、理論上約 2.5 倍というはずです。で、結果として 2.3 倍なので、納得できる数字だなというふうに思います。次に、Geekbench 5ですが、マルチコアの方でというと、8187が出ましたので、M75 の約 2.3 倍と、こちらも先ほどのシネベンチと同じような傾向が出ています。シングルコアでいうと 1.3 倍ということで、シングルコアで見ても i9 の方がちょっとだけ強かったという結果かと思います。
で、最後の PC マーク10に関しては、数字はまあいろいろばらけているんですけれども、トータルっていうところの数値を見ると、5525となっていますので、M75 の約 1.3 倍、まあ、つまりだいたいシングルコアの、スコアの傾向とまあ似ているところが出ているのかなというふうに思います。皆さんいかがだったでしょうか。私の一番のまあすごいなと思ったポイントとしては、やっぱりこの筐体を開けた瞬間の、この構造ですね。まあ、よくもまあこれだけのちっちゃな筐体に、CPU とディスクリート GPU を詰め込んだな。しかもまあディスクリート GPU に至ってはこうファンレス構造で、ヒートシンクを CPU とつないでいるというまあ変態構成です。まあここがやっぱりレノボのすごいところだなというふうに思います。まあ、ただ、ベンチマーク回していて、特にシネベンチですね、ちょっと、ノイズがうるさかったなっていうところはありますけれども、やはりまあこれだけのちっちゃな筐体であの数値を出すというのは素晴らしいことだと思います。以上となります。皆様ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録ぜひぜひ何卒よろしくお願いいたします。